はい、どうも皆さんこんにちは。三賢者の新平です。今日も言霊やっていきましょう。今日はですね、今まで動画をこうパッ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 パーとこうね、7つの大罪コラボのキャラクターたちの解説というか使ってみた動画を出したんですけども、今日はそのまとめとして、動画をね1本撮ろうかなと思っています。なのでね、ガチャゲンの、ガチャでね手に入るキャラクターたちと、降臨で手に入るキャラクターたちをまとめてちょっとね、お話しさせていただこうかなと思っています。なのでちょっと長めの動画になるかもしれないんですけども、お付き合いいただけたらなと思っています。なるべくねそこまでたくさん長くならないようにサクサクといくつもりではあるんですけどね。はい、まず1体目メリオダスですね。これはメリオダスの使ってみた動画でも言ったと思うんですけども、すごく難しいキャラだと思います。なんでかっていうと10コンボいかないとまず攻撃をしてくれないメリオダス。だから場合によってはあえて3文字で止めるっていうやり方もありなのかなとは思いますね。そのどうしてもメリオダスでしかちょっと攻撃ができないパターン、まずねほとんどそんなことないんですけど、その文字が作れなくてメリオダスを出して10コンボいきそうにないなって思ったら、メリオダスをあえて3文字ぐらいしか作れないようなポジションに設置して、3文字の技の方で攻撃をするっていうのも1個の手なのかなとは、個人的に思ってます。で、100% 狙われる効果を自分に付与っていうね、新しいその凄技の効果なんですけども、これは今後、の出てくる降臨の中でちょっと期待できるものになってくるのかなとは、思っています。リベンジカウンターね、その受けたダメージを5倍で返すというところですね。無属性ダメージなので、相手の属性関係なく、受けたダメージをそのまま5倍で返すというところなんですけども、使ってみた動画でも言ったんですけども、ここが、かなり高確率の凄技での反撃とかでも良かったのかなっていう気はしてます。正直凄技がねある程度のそのダメージ攻撃力が強くて、で100% 狙われる効果についてはあっても良かったと思うんですよ。狙われる効果がもうあって、で反撃、80% とかね、それぐらいの確率で反撃しますっていう方があった方がなんか面白かったのかなっていう気もしてしまいます。はい、ただね、目とトで目だけだったらちょっとね、使いにくいキャラクターで終わっちゃってたんですけども、トを持ってるっていうところで、これねゴシェナイトと組み合わせやすいかなと思います。ゴシェナイトはサブにウを編成することが多いので、トはウにねつながりやすいので、すごく使いやすいのかなと思っています。でもほとんどの場合がリーダーとして編成するのかなと思ってます。特段ね睡眠の、ぐらいしか来ない闇のクエストであればもうメリオダスで高速周回できると思いますし、で特段その毒とかであればもうメリオダスでもガンガン回っていけると思うので、高速周回用のリーダーなのかなと思いますね。はい、で、2体目エリザベスですね。今回のガチャで当たり枠誰ですかって言ったらエリザベス1体、そのうちのね1体に入るかなと思います。睡眠防ぐターンを2ターン付与っていうことなんですけども、これに関しては、今後必要になってくる場面がありそうで、あってもおかしくない、で必要になった場面になった時にすごく役立つ。今光属性で睡眠回復がリリースと、イルミスしかいないので、そこにさらにもう一枚その睡眠に対する防御策っていうものを持っているっていう意味では とっても強い、キャラクターになってるのかなと思います。でそれだけじゃなくてちゃんと攻撃手段も持ってるっていうところがやっぱり偉いですよね。今後その睡眠体制をね付与する必要がない場面でもちゃんと戦えるっていうところだから、どちらかというとこう、光つらみに近いんですよね。攻撃もできるし回復もできる。だから闇愛とかもそうですよね。攻撃もできるし回復もできる、そういうところの強さがあるかなと思っていますね。はい、でエスカノールに関しては、バフ4上がった状態で10コンボ以上でだいたい約10万ぐらい、コーラルとかねリーダーで130%アップのリーダーで約10万ぐらいのダメージが期待できると
いうキャラクターになっていますね。で、僕は祝福で、基礎アタックアップに振りました。基礎アタックをね、アップすることによって、ダメージをね、伸ばす効果が期待できるかなと思ったので、基礎アタックをアップしています。で、まあ、個人的にこれもね、使ってみたで言ったことなんですけども、もうちょい火力あってもよかったかなっていう思いもあります、正直。原作をね、こう読んでいて、やっぱりエスカノールって、団長より強い。正午を回ったね、タイミングだと団長より強い。もうはちゃめちゃに強いというキャラクター設定なので、もっと強くてもよかったかなっていう思いがなくはない。ただ、僕の中で密かに期待しているのは、もう一回コラボが来た時に、これさ、そのイラストも含めてなんだけど、正午の姿じゃないじゃないですか。正午の姿って、ね、エスカノールこの手刀でパッてこうね強い強攻撃を出したりしてるので、正午の姿のエスカノールが出てくるんじゃないのかなって密かに期待をしています。うん、なのでまあ今後のなんか強化先を考えた上での設定っていう風な見方をするとすごくちょっと期待できるかな。このライオンシンのクエスト大使からねバフが上がっていくっていう効果もそこでちょっと期待できるのかなと、うん、思いがありますね。まあ今までね、例えばヴィランスロットとか、それこそなんだねバフ要因のキャラクターとかでバフを積んでも1体に結構積める数って限られてるじゃないですか。なんだかんだ言って3バフぐらいが結構限界だったりとかするので、まあそこにもともと素で4バフ乗ってる、でそこにヴィランスロットとかを加えてさらに2バフ乗っけてあげるとか、なんか火力のその先を見ることができるキャラクターなので、あえて凄技の威力を5万ぐらいに抑えとかないとやっぱちょっと壊れてしまうことが十分全然あり得るキャラクターなので、だからこそキラーとかも持ってないのかなと思いますし、なんかすごく難しい調整をされているエスカノールなのかなとは思っています。はい、まあ、ちょっと今後に期待も含めてっていうこともありですね。はい、で、マーリン、まあ、このキャラも今回のガチャの中で当たり枠だと思います。正直火力は今一つ今一つ物足りないです。うん、正直ね、火力面で言えばちょっと物足りないんですけども、文字が優秀すぎる。まず、本人が意を持っている。もうこの時点でハイヤシンスとのシナジーが取れている。で、魔と穂っていう文字もですね、魔は「ん」にもつながるし「い」にもつながる。これもね、まあ、周りの使ってみた動画で言ったんですけども、で穂に関しては「う」にもつながる。なのでもうどこへでもこう、あ、なんかあら、フィットするんですよ。もう誰に対してもフィットするその周りの強さはあるのかなと思います。はい、で10コンボ以上で追加の攻撃なんですけども、まあ、この10コンボに関してはあんまり意識しなくてもいいのかなと思います。そこまで、強力な追撃が発生するわけでもないですし、まあ普通のね全敵単体への攻撃でもいいのかなとは思ってるんですけども、はい、まあこの汎用性の高さの面で言えば周りはものすごく強いキャラクターかなって、個人的に思っております。うん、はい、そんな感じかな。まあ僕は祝福で火力の面をねちょっと強化したんですけども、はい、これでキングもね、まあ正直なところ言えばもう一つ火力欲しかったかなっていう思いはあるんですけども、リーダーとしても結構使いやすいし、文字も使いやすいし、攻撃プラス回復っていう凄技も使いやすいしで、使いやすさが半端ないんですよ。確かに火力面では物足りなさを感じる。それはでもしょうがない。今のそのゲームの中での火力が出せるキャラって結構いるので、それこそ金目当てだとかってものすごい火力が出せるわけですよ。お手軽にね。でもその発動条件も結構簡単であって、文字も優秀であって、勝ちコンボ以上っていうね、そこまでそのコンボに
縛りがない、その難しさがない条件で回復もできると。でスーパートゲガードで自身で、まあ、バフキャラいなくてもバフが乗っけられるという強さで、まあ、まだちょっと僕ロゴスゴスで使えてないんですけど、物種族へのキラーも持ってると。なんかちょっと盛りすぎじゃねっていうぐらい使いやすさへのなんかてんこ盛り感が半端ないんですよね。でこれ霊障族なので、レッツアクエルのサブでも使えるんですよ。なんかそう考えるとキングこいつすげえなんか万能すぎないっていうキャラクター、あのね、ニューワードの万能さに匹敵するレベルって言っていいレベルでちょっと万能すぎるかなっていうところがありますね。で木に関してはそれこそ9とか強とかで、小文字を含んだ5文字とかをね作る、その3文字9とか強とかのね3文字を作る、頭にもなれるし、でくってさつなぎ文字にもなるわけじゃない、かとかはとかのつなぎ文字にもなるし、それこそくとかでうともつなげる頭文字にもなるしね。ではに関してはいにもんにもつながるっていうところで、こいつもマーリンと同じくなんだろう、どんなデッキでも割と噛み合わせがよくできるようなキャラクターになってるんですね。で、キングの使ってみた動画でちょっと喋ったかもしれないんですけども、木属性って文字変換持ってるやつめちゃくちゃ多いんですよ。特にコラボシンジもそうだし、ナコルルもそうだし、フェアリーテールのメイビスもそうなんですよ。でこいつらってデッキに入れとくとめちゃくちゃ汎用性高くなるんですね。それこそスフェーンのデッキに組み込んでたとしても何盤面への対応力が半端なく高くなるんです。それだけでそこに新たにキングがやってきた、これね半端ないっすよマジで。貴族性のデッキの対応力の凄さがまた広がった。うん、そう考えるとちょっとこのキングはやべえキャラクターになってるかなと思いますね。ほんと万能、ナコルルに近いレベルで万能ですね。もうなんならナコルルよりちょっと上ぐらいかもしんない、その汎用性の高さでいったら。はい、まあこいつも当たりキャラって言っていいのかなと思います。はい、次バンですね。バンこいつもね、1体で使ってみたのところでね、総評として喋らせていただいたんですけども、一体で完結するキャラですね。誰かのシナジー、誰かとのシナジーがとかっていうことじゃなくて、一体での完成度の高さがすごいなっていう感じ。うん、まあ、詳しくはちょっと使ってみた動画見ていただきたいんですけども、特性が2個持ってるっていう点と、まあ、文字もね、まあ、割かし使いやすい。で、凄技がやっぱりね、完成度高いよね。その、連撃っていう部分で回数バリアを割れるし、しかも、ダメージ増加状態を付与できるし、だからまあ、これをね、普通に攻撃する、そのバリアとか関係なしで普通に攻撃する場面でも、やっぱりそこで、なんかこう、自己完結しているというか、なんかそういう強さがすごくあるかなと思いますね。はい、まあ、リーダーとしてはまあ普通、まあ、コロナ対戦 80% って結構ね高いので、まあまあガチャゲンとしては普通ぐらいの、まあ、ちょっと強いかなぐらいの性能かなと思ってますね。はい、でディアンヌですね。まあディアンヌとゴーセルに関しては問題なく強い、間違いなく強いで、物種族キラーをね祝福で解放することができますし、トゲカード持ってます。でさっても差の文字もついてます。で8コンボ以上で、追加攻撃です。ただねこれね連撃なのがちょっとねもったないかなって思いますね。連撃になっちゃうとどうしてもロゴスヨゴスの戦いのところで、雑魚とかにねそのダメージが通らない場合があるんですよ。しかもランダムなんでどうしてもダメージがばらけてしまう。そのロゴスヨゴス戦を考えるとちょっとその雑魚がいるタイミングでは使いにくいかなっていう思いがある。まだ使ってないのでダメージが通るかもしれないんですけど、どうなんだ、多分通んないと思うんですよね。その連撃系ってどうしても1ダメージ一撃のねダメージが分散されてしまうので、これで通るレベルでのキラーが乗るんだったら強いんですけど、多分そこまで乗らない、うん、
ただまあ、あの全属性からのダメージ軽減っていうのは強いよね。ディアンヌが持ってて強いと思う。でしかも英雄種族なので、あのこれから先ね、ちょっと多分アーサーで一回ね英雄リーダーみたいなのがちょっとわっとなりかけたんですけど、そこまでまだじゃあがっつりもう英雄代表のリーダーですみたいなキャラクターが出てきてないので、まだちょっとねその期待が残ってるんですよ。まあその時のサブとして、うーん、出てきてもいいのかなって思っているところです。はい、そんな感じですね。でゴーセル、まあゴーセルもね本当に強いよ。うん、純粋に強い。もうそれ以外言うことねえぐらい強い。でまあ英雄に、ダメージ 30% で、30% 軽減と。でまあ祝福僕こんな感じに振ってるんですけども、うん、まあそあのね、何よりね心眼回避を祝福で解放できるっていうのもかなり強いです。うん、まあまあ4号にしてはやっぱりコラボハイレベルってところかな。まああんまりそれ以上喋ることないです。はい。でエスタロッサーですね。エスタロッサーに関しては、うーん、この地合い攻撃を受けた時に 10% 確率で、技で反撃する。うーん、 10% だし技だしっていうところで残念な部分、正直、まあ、降臨でね、この反撃持ってるっていうのは、強いことなんだけど、もうちょい、確率を上げるか、凄技か、欲しかったね。うん。25% ぐらいでもよかったかなって思ってる、個人的には。はい。で、まあ、ただね、英雄種族 50% の、キラーを持ってる。っていう部分では強いのかな。あとは文字ですね、やっぱり。うん、まただよね、その貴族性の文字のなんかその幅が増えて、やべえってマジで。スフェーンのサブとかこれ全然入るし、で C 持ってるでしょ。 C 持ってるから、それこそ融合キングとウレイヤと合わせてシューとかが作れるんですよ。4文字以上で場所指定ないでしょ。めっちゃ使いやすいじゃないですか。いやでね、絵で使ってもその意と組みやすいじゃないですか。だからスフェーンのサブに必ずと言っていいほど入ってる意のやつだとシナジーが出る。いや強えよ、その文字の強さはやっぱ半端ないですよね。はい。でメリオダス、これはですねちょっと動画を見ていただきたい、凄技の威力の動画をちょっと見ていただきたいんですけども、はい、こちらです、どうぞ。はい、ということでね、見ていただいたんですけども、どうですか、強くね、やばいレベルで強くない。リーダーをイブカーミラにしてるので、もちろんね、あのリーダー火力、そのリーダーのその倍率に関してはあの高い、かなり高い数値で、見ていただいてるんですけども、にしたって強えよ。いやこれにあの文字変化ついてなくてよかったってレベルで強え。で、今イブカーミラが出てきたことによって、まああとはイフウシンとかね、まあそれこそイフウインとかで、闇の一ってすげえ強いやつが集まってるんですよ。そこにいい塩梅で組み合わせられるメリオダスで、本人もリーダー特性で光闇のパラメーター上昇じゃないですか。でこれあの条件ないんですよね、もう光か闇かだけでいいっていうところで、60-60っていう普通に強い、これが満腹なんでリーダーとして回れる
こんな強いことないでしょ。いや、あのね、正直取って、まあ、あの満腹にしてる作業の最中の時は言うて、まあ、バフ要因でしょぐらいに思ってたんです。しかもまあバフ1段階か、まあまあ降臨だったらそんなもんだよね思ってたんですけど、思った以上に火力出るんでこいつね、ちょっとびっくりしちゃった。うん、強い強いよ。ぜひ満腹にしましょう。これ皆さん頑張って。はい、でヘンドリクセン、ヘンドリクセンなんですけども、まあまあ始めたばっかりの方が、最初にね満腹するのにちょうどいい性能かなっていう感じですね。弱体ガード持ちで、キラー持ちで、でまあ文字もへ、これでね文字変換ついてたら、うん、もう一つもう一つなんかこう頭出てたかなって感じですよね。うん、まあこれを作って次に行くっていうところでの、まあファーストステップっていうところなのかな。はい、で今ねギルダーツとハウザーが出てますけど、忘れていた、先にゼルドリス、うん、ゼルドリスもヘンドリクセンは簡単に作れます。で次にゼルドリスを作りますってなって作るキャラクターって考えるとちょっと強えよね。いい性能してますよねこいつって思う。うん、まあ魔種族キラーを持っている、しかも 50% って結構ね、もう 1.5 倍になるってことですか、ダメージが。バフ1個分ですからね、バフ1個分、違う、バフ2個分乗るっていうことですから、もうその時点で強い。でリーダーとしてもまあ使いやすいリーダー性能、怒りの介護感ぐらいの感じです。でゼルドリスなんですけども、文字だよねやっぱり、降臨で文字変換持ってるってもう その時点で優秀なんですよ。で背と死でしょ、意にもつながるし運にもつながる、なんかそこの強さだから、火属性でいうと宇宙身とかがねアタッカーになりやすいんですけども、宇宙身にもつながるし、まあ火属性って意がねそんなに多くないので、だからまあインゼクスとかあの辺にもねつなげられるっていうところの強さかな。で普通の攻撃じゃなくて5文字以上になると追加攻撃をできるっていうところの、なんかそのおまけみたいなところもついてる。まあ、弱体ガードが若干その今のところね活躍の幅がちょっとそんなに広くないっていうところはあるんだけども、十分使いやすい、満腹の作りやすさとか手に入りやすさとかから考えても、十分すぎるぐらいの強さだと思います。はい、ぜひゼルドリスぐらいまでは頑張って満腹にしといた方がいいかなって思ってます。はい、で、最後ギルダーツ&ハウザー、ギルダーツじゃねえや、ギルダーツはさっきからギルダーツつけるギルダーツはフェアリーテールだ、ごめんなさい、ギルサンダー&ハウザー。はい、これね、僕勘違いしてて、木で始まると歯で始まるだと思ったら木で終わると歯で終わるでしょ、これはむずい、うん、むずいっす、これは単純にむずい、木で終わろうが歯で終わろうがちょっとよくわかんないもんね。息継ぎ、振り継ぎ、歯で終わるとかある？だいたい木で終わってない？赤さぎ、キだいたい木で終わってんじゃんかよ、歯で終わるってある？なんかそこが難か、これ歯で始まるでもよかったのか、よかったのになってちょっと思ってます。うん、まあ使うことはないだろうね。うん、使うことはねえかなって思ってます。はい、まあそれこそ進化素材要因なのかなってちょっと思っちゃいますね。あなたはようやく、あなたは俺を、うん、まあなんかギルサンダーもうちょい強くてもよかったかなって思ってますけどね。ギルサンダー一体でもよく、ハウザーいらなかったじゃねえかなと思ってますけど、はい、まあそんな感じでございます。
ちょっとね長く喋ってるだけの動画になってしまいましたが、まだあと5日間ぐらいかな、コラボ続くと思いますので、ガチャ券、手に入れるためのね追いガチャもそうですし、何より今回の降臨枠本当に強いと思うので、ぜひぜひ作れる方はあのエスタロス様だけでもいいと思います。メリオダス満腹じゃなくてもいいと思います。1体はね取っておくことをおすすめします。で、使ってみたの総評として今回のガチャを引くべきかどうかなんですけども、結論から言っちゃうと無理して引くべきガチャではないと思います。なんとなく雰囲気とか匂いからしてもう一回来そうな雰囲気がなくはないっていう点と、持ってなきゃちょっと今後困るっていうキャラクターが少ない。それこそ困るレベルじゃないけど持ってた方がいいかなって思うのって本当にエリザベスぐらいなんです。マーリンとキングに関しては今のデッキの幅をぐーっと広げたりとか、より、やり楽しくこうやりやすく快適にするための潤滑油ぐらい、なので本当にね無課金でやってる方とかで石に限りがあるっていう方はピックアップで欲しいキャラだけを狙っていく、無理に追うガチャではないのかなって思ってます。はい、ということで長々と喋りましたが、もし参考にねしていただけたらなと思います。はい、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、高評価、コメント、またツイッターのフォローなんかもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。